さんお待たせいたしましたけれども始まります、こんばんは。ミスターミサチャンネルのニコ生配信、クリスマス直前らしいオープニングで始まりました。 MC を務めさせていただきます私永井雄一郎です。そして僕と一緒に進行してくれるアシスタント兼、通訳のイ・ウンジちゃんです。こんばんは。韓国出身の吉本芸人イ・ウンジです。よろしくお願いします。この生配信はですね、6月から日本で本格的に活動しているミスターミスターの90分番組となっております。では早速ご紹介しましょう。うんちゃんお願いします。그럼먼저인사부탁드릴게요。はい、皆さんこんにちは。僕たちはミス男の中の男ミスターミスターです。さあさあさあ、ね、자기소개를부탁드려요。さあ皆さん、僕はミスターミスターのリーダー장재です。いきましょう。そして皆さん、こんばんは。僕はミスターミスターのジンです。よろしくお願いします。そして、はい、皆さん、こんばんは。僕はミスターミスターのイヤシケ、ドヤンです。ドヤン。そして、はい、皆さん、こんばんは。僕はミスターミスターピュアな男、サンヤンです。よろしくお願いします。よいしょ。そして、はい、皆さん、こんばんは。僕はミスターミスターのスエコ、ジェミンです。よろしくお願いします。お願いします。そして、ラスト。皆さんこんばんは。僕はミスターミスターのメインボーカルテイです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということでまずは、番組公式ツイッターの告知をさせてください。こちらアットマークですね、ミスターミスター、アンダーバーチャンネルのアカウント、こちらをぜひフォローしてください。またこの配信のスクリーンショットを添付して、ハッシュタグ MRMR アンダーバー SS をつけてツイートしてください。配信の名シーンをぜひ皆さんで共有しましょう。この配信はですね、基本的に有料で見れるんですけれども、月額会員の方がより楽しめるシステムになっております。ぜひ月額会員になってお楽しみください。よろしくお願いいたします。本日はクリスマススペシャルということで視聴者プレゼントもあるので、ぜひ最後まで盛り上がってまいりましょう。さあ、ということでオープニングのね、いつものお話ししたいと思うんですけれども、まずびっくりしたのが、髪型みんな変わったよね。そうですね。ねえ、特に変わったのがもう、チャンジェ、真っ赤っかじゃない。はい。かっこいいね。ありがとうございます。クリスマス感じです。クリスマスの感じを出したんだ。そうだ。いやいや、もうかっこいいよ、赤い髪がもう。もうその書き込んでくれてるみんなも赤いよ、赤いよなんて言ってくれてね。そして髪型、どよん。はい。ストレートじゃない？はい。チク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 しましたよね。カットした。はい。あ、俺そっちじゃないんだ、俺聞いてんの。ストレートパーマっぽかったのにストレート。はい。ね、あ、いいね。またそのストレートもセクシーにだね。はい、ありがとうございます。ね、いいよ、すごくいい。で、テイも髪型また金髪にしたんだね。あ、でも僕は白がしたいですけど、残念です。白にしたい。白髪にしたいの。白が難しい。あー、白ね。はい。なあ、あれ結構時間かかるからね。今日も朝からブリッジしますけど、この色ですよ、ね。いや、いい。やっぱね、手なんかいいね。うん、それだとあの、不学生感がないもん。あ、そう。さあ、ということでね、始めていきたいと思うんですけれども、韓国にね、最近帰ったということで、はい、韓国はどうでした？あ、でしたよ。同じです。うん。はい、同じ、同じ、はい。やっぱり、ホルモンが美味しかった。何？ホルモン。ホルモン美味しかった。あー、なるほどね。久々にこう、なんかね、家族とも触れ合ったんじゃないの？はい。どうでした？最近、あの、触れ合って、もう久々に会った感じは。家族と一緒に다시만나서어땠어요？本当に幸せでした。あー、幸せだったね。嬉しい。嬉しいよね、それはね。やっぱね、あの、やっぱ親孝行もしたということでございまして。まあ、クリスマスがね、もう近いですけれども、はい、もうまさにもうクリスマスの衣装でね、今日やらせてもらってますけれどもね。ジェミン、ジェミンも、うん、髪変わっちゃったけど。そうだな、ジェミンは、そうだね、ごめんね、ジェミン。あ、そうだよね。あ、大丈夫です。結構刈り上げたというか、はい、で、色もちょっと変えて。あ、色は、本当に変えて。ちょっとなんかさ、可愛いジェミンからちょっとかっこいいジェミンになったよね。あ、そうですか。おー、おーちょっとね、いいよ、いいよ、いいよ。おー。そのミスターミスター、みんなクリスマスはどういう予定があるの？クリスマスは어떤예정ですか？ああ、仕事とか秘密です。あります。秘密？と思います。教えてくんないの？はい、ダメです。ジンさんは？
やっぱりメンバーと一緒に、ママと一緒になんかことがあります。え、なになになんか、はい、はい、ただ、はい、秘密です。クリスマスは、あ、別になんかあれなんですか、イベントがあるとかではないんですか。あ、特にあるわけじゃないんだ。あ、じゃあ本当にみんな何するか、あ、僕たちは、ね、秘密なんだ。寮でなんかみんなに前にバーってみんなに前でちゃんとバーって、うん、そんな感じかな。なるほどね。あ、なるほど、ここはちょっと触れない方がいいかもしれないね。いろいろこれからのミスターミスターの方にね、期待していただければと思います。じゃあ視聴者の質問いきたいと思います。さあ、いろいろ書き込んでくれてるんですけれどもね、怪しいなという意見ありますけれどもね、なんかあるのって秘密だってみたいになりますけれども、デートかとかね、デートにゃもう、そんなことはないですよ。みんなみんなデートかって疑ってるよ。デートだろうって。デートはないです。仕事と一緒、デートか、なになに、仕事と一緒、デート、仕事と一緒、はい、仕事がデートってことだ。仕事がデートの彼女、うん、仕事がデートの彼女、うん、韓国の冗談です、ちょっと。ああ、韓国の冗談。仕事が、ああ、なるほどね。彼女みたいなデート。なるほど。ちなみにうんちゃんはクリスマスはどうやって過ごすの？何も予定ない。何も予定ないのか。なんか同期と明日もしかしたら教会に行ってクリスマスソング聴こうみたいな話はあったんですけど、はいはいはい、行くかどうかまだ決まってない。ああ、なるほどね。僕はまあ普通に営業に行かせてもらうんですけど。かそうなんですよね。味噌とデートしようなんて。永井さんはって、まあそうなんですよ。僕はね、ちょっとお仕事させてもらうんですけど。パンケーキ楽しかった？だって。あ、見た、俺も見たよそれ。みんながパンケーキ作ってんの俺実はちょいちょい見てんだよ、ツイッターで。パンケーキどうでした？おてっさよ。あ、やっぱり美味しかった。美味しかった、うん、美味しかった、うん、僕たちが作った、はい、作った、なんかデイが作ったの見たの、はい、僕たち、みんなも、うん、僕たちも、うん、なんか最後は、うん、ちょっと残念でした。ちょっと残念だった。なんか、うん、ずっと僕たちもずっと食べて、うん、まあ、僕たちは4回食べましたよね、うん、あ、4回。でもさ、この中でさ、料理担当はさ、ずっと言われてたのはさ、チャンジュじゃない？やっぱチャンジュが一番上手なんじゃないの？その料理하시는거제일잘하시잖아요。うん、最後はちょっと料理じゃなくて、作品、作品的な、作品、芸術的な感じ、はい、ちょっと、はい、芸術的なパンを作ったんだ。はい、実は僕もメンバーのみんなと一緒の姿、うん、形で、うん、あのちっちゃいの一人ずつパンケーキ作りたい、うん、作りたかったですけど、うん、あのさ、最初の1枚がとても大きいだったら、うん、ああどうしようかと考えて、あ、それでは全部 大きいのケーキ、パン作って一緒にかぶってクリームを、あ、ケーキみたいに本当にケーキを作りました。作ったんだ。あ、そういうことなんですね。これをね、みんな食べれたら嬉しいだろうね。あ、なるほど、いろいろ来てますけれども、サンタから何欲しいって。サンタってもばらすめんの。僕は、うん、ランボルギーニです。いやいや、だから結構ちょいちょい言うね、ジン君本気で欲しいんだね、ランボルギーニがね。うん、いや、もしかしたらだけどね。実は、うん、寿司です。寿司ね、好きなんだよね。でもなかなかサンタさんね、生物置いていかないよ。お菓子じゃないですか。ああ、僕は食べたい。どうよ、何？弟。弟。弟欲しいって言ってるもんね。弟。妹？なかなかサンタさん、弟は置いてくんないと思うんだよな。妹も欲しい。妹も欲しい。あ、そう。弟じゃなくて妹。あ、妹。サンタさんと、あの煙突から来るからさ、危ないよね、やっぱりね、弟と妹持ってきたらね、それは。セリフ言のも嫌まだ。そうですよ。うん。テイク何欲しい？僕。わかんないです。わかんないか。そんな欲はないというようでございますけれども、さて、ここから企画に参りましょう。今回こんな、企画を用意しました。プレゼント争奪ゲームバトル！
先ほども言いましたが、今日はクリスマス直前ということでミスターミスターに、プレゼントを贈りたいと思います。しかし普通にあげるわけにはいきません。プレゼントル、いくつかプレゼント用意してありますが、いろいろなゲームを行い、各ゲームで勝利したメンバーに1つずつ贈られます。ではゲームを始める前にプレゼントを紹介しましょう。なんとですね、今回この配信のスタッフが1人3000円の予算で本気のプレゼントを買ってきました。一つずつ紹介していきましょう。まずはこちら。お、これもういいのね。これ誰がとかじゃないのね。あ、もう書いてあるな。あ、榎本 P、 榎本 P がくれた。これ出していいですか。榎本 P、 プロデューサー偉い人、この番組で偉い人。おお、118種類入ってるって。おー、すげえ。これファミコンでしょ、昔の。それ欲しいです。あ、違う、ジェミ冗談が過ぎるよ。ちゃんとやらないとゲームは。あ、でもさ、本当にここ値札でさ3000って書いてあるね。おー、きっちりやってきたね、LP。 あ、ね、でもさ、これ3000って意外と買えるんだ。安いね。本当にお子さんにこれ買ってあげても喜ぶよ ね。 そうですよね。そして、熊部 P、 これ なんかあげちゃうの、いいの。じゃあこれせっかくだからリボンちょっとくんちゃん届いてみて。あの、スタッフさんが本当に一人ずつ本当にね、そうそうそう、あの、自分の足で買ってきたプレゼント。おお、すごいね。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、なるほど、喜ぶわ。何が入ってんだ。こちらです。ココイチさんの、これもある。ここビーフカレーもある。あとはトビカラスパイス。これさ、だって、あ、偉いね、やっぱり。熊部 P はミスターミスターのこと分かってるから、最初に来日した時に感動してたもんね、ココイチでね。はい、うん、その話もあったもん。あ、すごい。さあさあさあ、そしてこちら伊藤 P、 伊藤 D、 こちらディレクターに。何なんでしょうね。あ、なんか何がいい。薄いですけど、まさか現金。あ、それで韓国。え、何、手紙。え、あ、おお、おお、なるほど、年末ジャンボ宝くじ。おお、欲しい。ここにある。これが欲しいです。これはもし、これで当たったらどれくらいいくんですか。10億です。10億円の可能性がありますよ。ビッグガム死亡よ。あ、いや、ありがとうございますじゃないです。ありがとうございますじゃないです。おお、なるほどね、夢があるね、プレゼントですね。そして、作家今井、今井ちゃんね、太郎ちゃんね。ありがとうございます。太郎ちゃんは靴。黒毛和牛、もうちゃんとギリギリ2970円。ちゃんとギリギリ、もうはみ出ない、ちゃんとはみ出ない。1枚ですごい値段ですね。うわー、なるほど。あ、26日までいけるから。賞味期限が26日だから。おいしそう。あ、今日もらって家で。そうだね、これね、これこんだけうまいと、あの、いいやつだと塩コショウだけでいけちゃうからね。うん、さあ、ということで、実はですね、僕も用意しました。長井裕二郎でございます。これね、あの、青森にこの間仕事行ったの、はい、で、青森に仕事に行って、空き時間が3時間あって、2時間歩きました。はい、で、ごめん、これはね、あの、みぞのみんなにごめん、俺これ、あの、ミスターミスターにプレゼントするんじゃなくて、みぞにプレゼントするのかと思ってたのよ。でも、まあ、みそはミスターミスターのこと好きだから、まあ、それでね、いいでしょう。一応、あの、だから女の子向けって言ったら女の子向けなのよ。うん、でもこれめちゃくちゃ気持ちいいの、このぬいぐるみの抱き枕。これ触ってみて。만져보래요。ラクラク。え、そうそうそう、
こう抱きながら気持ちいいの。ふわふわ。ふわふわしてるの。いやいや引っ張れた引っ張れた。いいでしょ。はい。いいです。ね。かわいい。かわいいんですよこれ。さあということでございまして、ここしかないので、どれだけ頑張っても一人はもらえませんが、お目当てのプレゼントがもらえるように頑張ってください。でもこれ最初に言っとくよ。これね、いろんなゲームをやるんだけれども、はい、1位の人が最初に選べるの。だから1個目の競技で勝った人から選べるから、1個目の競技に勝った人がすごい得。してまたリセット2試合目から。で2試合目で例えばじゃ1試合目チャンジェ勝って2試合目もチャンジェ勝ったらチャンジェが2個もらえる。おお、すごい。そうなんですよ。すごいです。わかりましたか。じゃあ行きましょう。最初のパーティーゲームは番犬ガガガオ。さあルールを説明します、こちら居眠りしている番犬を起こさないように手前の骨を順番に取っていき吠えられたら負けでございます。ちょっとした衝撃で起きて、吠えますのでそっと骨を取り除いてください。吠えられたメンバーはもちろん罰ゲームでございます。ちなみに今日は吠えられたメンバーの一つ手前のメンバーの勝利とさせていただきます。例えばまあ要は1番手の人の負けは場合はいきなりチャンジがやって負けた場合は6番、まあ、順番を決めますので順番決まってるんですよね。で6番目の人の勝者になります。順番どうなってんの、ルちゃん。はい、あ、こうなってます。なるほど。チャンジ、テイ、サンヒョン、ドヨン、ジン、ジェミンの順番です。要はチャンジがもし、ガオーってなっちゃった場合は勝者はジェミンになります。よろしいでしょうか。では始めましょう。それではまず早速トップバッターチャンジェ。あとルールとしてみんなここにさ、カメラさんこれアップしてください。ここに大きい骨あるでしょ。これはどっちだけ。これはどっちだけ。はい、オッケー。さあそれではまずはチャンジェの挑戦です。一個だけですか。一個だけよ。頑張ってって、みんな応援してくれてるよ。頑張ってって、みんな応援してあげて。チャンジェ、みんな応援してあげて。チャンジェ、応援してくれてるよみんな。おい、さあさあさあ続いてテイ。テイ君ちょっと怖いよな。ずっと吠えてますから、ずっと。うん、ほんと怖い。怖いでしょ。いつ来るか分かんないよ、今寝てるからね。うわ、おい、何だよ。なんだよ、これ。さあ、どんどん行きましょう。続いては誰ですか。続いては誰ですか。音が。続いては、サンヒョン君。はい、行きましょう、サンヒョン。オッケー。さあ、続いてはドヨン君です。はい、ドヨン行きましょう。助けて。あびっくり。早かったな。ということは勝者がサンヒョン君です。サンヒョン。はい。ええ、その直前なんで。サンヒョンの勝利。ドヨン、僕は本当に、うん、どうだった。おかしいです、今。おかしい、自分が。おかしい、すごくビビってたね。そ、怖いの。超ライスだった。怖いの。あ、怖くないけど。いや、怖がってたじゃん。うーって言われたら。はい、びっくりしました。びっくりした。はい。いらずんごば。正直、6人まではもう大丈夫と思います。思ってた、ね。なるほど。ということで、じゃあ最後、はい、選びましょう。はい、僕は、うん、何しますか。僕は、うん、ああ。なるほど。作家今井の、こちら黒毛和牛ゲット。いやここ顔より多いね。大きいね。おー、いやー、ゲットでございます。さあということで負けてしまった今回ドヨン、
罰ゲームでございます。激酸っぱドリンク飲んでいただきます。罰ゲーム。中井さん、何罰ゲームは初めに、うん、聞くことがないです。聞いてなかったよね。はい、でも罰ゲームはやるんだよ。はい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 。めちゃくちゃ酸っぱいからね。お酒？もう一気に行こう。一気に行く？はい。さあそれではゴー。よいしょ。酸っぱい？おー。酸っぱい。おー。おー。酸っぱいねー。レモン。うん。色調。そうそう、レモン。色調がもう。お酢、お酢っぽい。ボン。すごいんだ、そんな酸っぱいんだ。いいよいいよいいよ、はい、なるほど。さあ、ということで次のゲームに参りましょう。続いては叩いてかぶってじゃんけんぽん。もうおなじみですね。じゃんけんをして勝ったら、ハンマーで相手の頭を叩きまして、負けたらヘルメットで防御、防御より先に相手の頭にハンマーをヒットさせれば勝ちでございます。トーナメントで優勝したメンバーがプレゼント獲得となります。トーナメントは事前に、厳正な抽選を行い決めさせていただきました。うんちゃんよろしく。はい、こちらでございます。さあトーナメント表来ましたよ。なるほど、1回戦目がテイジン、そしてあ、テイがシード、シード、なるほどね。あ、下のね、で、ジンとサンヒョンやって、チャンジとジェミンがまずやりましょう。わ、はい、かりました。じゃあ出てきてください。ジンとサンヒョン。はい。ダメージンチャビンで。これもうやったことあるもんね。ダメージンチャビンで。なんで2つ向けてる。あ、僕が左手。あ、左利きね。はい、あ、大丈夫。あ、大丈夫。あ、もう大丈夫。早いで。ね、なるほど。あ、大丈夫。じゃあさ、ちょっと待って。こっち。ああ。あ、はい、ああ、ね、じゃあ行こうか。ね、行きますよ。じゃあそれでは、せーの。叩いてかぶってじゃんけんぽん。叩いてかぶってじゃんけんぽん。叩いてかぶってじゃんけんぽん。の？叩いてかぶってじゃんけんぽん。お？叩いてかぶってじゃんけんぽん。いやいや。なんでやねん。続きすぎですよ。グーグー、はい、エドハルミじゃないんだからさ。グー出しすぎよ。はい、ね。叩いてかぶってじゃんけんぽん。おお。叩いてかぶってじゃんけんぽん。おお、やべえ。結婚したよね。結婚結婚。叩いてかぶってじゃんけんぽん。いやあ。ああ、せん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 。叩いてかぶってじゃんけんぽん。叩いてかぶってじゃんけんぽん。うまいね、防御うまいね、サンヒョン。オッケーオッケー、まだいけるよ、まだいけるよ。あ、よいよいよ。叩いてかぶってじゃんけんぽん。叩いてかぶってじゃんけんぽん。おー、うまいね。叩いてかぶってじゃんけんぽん。あー、うまい。じゃんけんぽん。はい。叩いてかぶってじゃんけんぽん。叩いてかぶってじゃんけんぽん。はい、勝者サンヒョン。サンヒョンの勝ち。さあ、続いていきましょう。続いては、チャンネバーゴスジェミン。わー、お茶いきますよ。それでは2回戦目いきたいと思います。それでは参りましょう。叩いてかぶってじゃんけんぽん。おお。もう一回もう一回、アウト。もう一回もう一回、チャンネの勝ち。わ、負けるの早い。やっぱりジェミンは僕のなんかシェアハウスで同じ一緒、うん、一緒部屋で住んでるから、うん、僕も先に来てくれた。あ、そうやって似ちゃうんだね。あ、どうもどうもじゃない。いや、何の友情が生まれてんだそれで。なるほどなるほど。さあ、ということで早速行きましょう。もう準決勝ですよ。はい、テイ君とサンヒョン。早いですよね。行くぜ。どこどこがいい、どこがいい。これお願いします。いやここはいい。あ、ここはここは上手ですから何にも何でもいいです。 OK、 はい、さあ行きますよ。せーの。叩いてかぶってじゃんけんぽん。叩いてかぶってじゃんけんぽん。叩いてかぶってじゃんけんぽん。おお、今入った。勝者、はい、入った。でも入った。ありがとうございます。
すごいね、さすがだね。さすがシード権持ってるだけあって。本当にあれですね。ね、今スローでちょっと見たいけどね。うん。さあ。面白くないことはない。あ、そうですか。大丈夫。さあ行きましょう。チャンジェとドヨン。はい、行きましょう。はい。トヨン君怖いです。怖い怖い。怖い？はい。なぜなら、ちょっとなんか。怖くないやん。ステミナーが強いですから。あ、そっか。しっかりしてるしね。いや、それはダメだよ。これで殴っちゃったらもう負けね、その時点で。わかりました。ね。あ、行きますよ。行きます。せーの。叩いて、かぶって、じゃんけんぽん。ちょっと勝者ドヨン。でも、でもドヨンがもうここ持ってこういったからすいません。すいません。チャンジさんは今ヘルメットあります。ヘルメットある。ヘルメット。ああ。違う。赤いヘルメットなんですけども、これは髪型。ああ。違う。違うですか。ああ。いいね、ジェミー。すいません。いいね。年末に一番いいボケ出たよ、今までの中で。いいね。これをずっと考えてるから。はい。そうじゃない、ジェミー。すごい。さあ、行きましょう。決勝戦、テイとトヨ。わあ。なんか変ですよね、このそうだね、まあシードだから、やっぱシード権持ってるだけあって、やっぱ上手い2人なんだろうね。じゃあ行きましょうか。あ、いた。なんで？ここでパクってった。はい。はい。かぶってかぶってじゃん。今なんて言った？今どうよ、なんて言った？あ、叩いてかぶって。いや、言ってなかったよ。かぶってかぶってじゃんけんぽんってから。それただかぶってるだけだろ。はいはい。叩いてかぶってだから。はい。さあ行きましょう。はい、せーの。叩いてかぶってじゃんけんぽん。どうも。あ、バランスが崩れたタワーから人形が落ちたら負けというゲームでございます。こちらも負けのメンバーの一つ手前の、メンバーが勝者となります。倒れてしまったメンバーは罰ゲームがあります。順番はうんちゃん、どうなってますか？面白さ、あ、こうなってます。なるほど。ちなみにルールなんだけど、はい、これ赤は赤いところ、黄色は黄色、青は緑です。 OK？ そうか、うん。で、バランスをうまく保たないとブワッていくから。あれも単純ですね、うん。さあ、ということで、じゃあまたもしジェミンがいきなり失敗してしまったらチャンジェが勝ちです。はい。では、まずはジェミンの挑戦です。どうぞ。どうぞ。下の方が安全。なるほどね。今スタッフさんから聞こえたんですけれども、下の方が安全。いきなり上行くよりも下から埋めていった方が長続きする。チェミンって感じ。バイランセグ、世界ベル、世界ベル、青、青、빨간색을넣으시고世界ベル로맞춰서넣으셔야돼요。おお、意外と本当グラグラしてる。おお、危ない危ない危ない。おお、いいぞよ。面白そう。もう危ないです。もう危ない。
バランスうまくこれ危ないです。お、全然一段上いく。結構挑戦するね、いきなり。おお、さあ、続いてジン。あおいしい。さあ、ジン頑張ってください。ジン頑張ってください。頑張ってください。ジン頑張って、ジン頑張って。いやいや、何をしとんねん。一回退場だ、一回退場だ、バカ野郎。顔が。さあ、OK。 さあ、続いてはそこで、はい、34。34。ああ、美味しそう。なるほどね。同じところに乗せるっていうね。はい。ああ、いいね、バランス感覚いいよ、これは。うん。さあ、続いてテイ君。テイ君。さあさあさあ、何色でいく？まだ乗せてないのは赤と黄色か。お、赤いく。おお、赤、難しいですか？赤はまあ上の方だから難しいは難しい。でもまだ大丈夫じゃないかな。味、괜찮을것같긴한데요。お、誰も乗せてない場所行ったね。おお、いいね、いいね、いいね。超うまい。さあ、チャンジェ。はい。あ、黄色でいく。一番最上階行こう。なるほどね。まあまあまあね、対局。こっちはダメです。そこはダメだよね、絶対ね。そこ絶対乗っかるもん。ブリ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 。おお。さあ、一周しました。ジェミン。ジェミン君。ジェミン君。ジェミン君。おお。これちょっとルール変更していい？一人二個。はい。二個？いいです。一人二個。いいです、いいです。いいです、いいです。ここから。うん。二周目に二個。おお、いいよ。次だよ。はい、僕行きます。これ面白いね。ね、面白いね。緊張感あるね、これね。あ、いきなり行く上。いや、攻めるね、ドヨン。おお、これちなみになんですけれども、スタッフがやった時にここまでもう行ってなかったようです。もうこの段階ではもう崩れたみたいです。これミスターミスターなかなかうまいですよ。なるほど、2つ対角においてのおお。さあ、ジン。ああ、ジンくれた、サインを。はい、サインは入れて、取るよね。いや、チェンメンバー難しがいいですから。おお、あ、落ちました、サンちゃん。サンちゃん落ちちゃった。サンちゃん落としちゃったね。どのぐらいうまい？面白いですか？何が面白いですか？よかったよ。罰ゲーム待っておいてください。罰ゲーム、あー、また。さあ、ということでジンク、どうぞ選んでください。はい、ありがとうございます。あ、まだ罰ゲーム。なるほど。今あるのが、はい、カレーと、はい、宝くじと人形ですね。宝くじ行きました。なるほどね。ウキ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 じゃないよ。あとさ、なんだろうな、こんな残ると思ってなかったな。まさかまさか。俺これさ、多分みんな、いや、いいんだいいんだいいんだ、全然いいんだよ。俺多分、俺が一番時間かけてると思うんだな。2、3時間こうやってな。まあね、でも分かるよ、ミスターミスターにっていうことじゃないと思ってたから、ね、まだ理想文で当ててるもん。もう言い訳だけど。さあ、行きましょう。では、負けた、こちら3票にはですね、激酸っぱドリンク。サンちゃんおいで。いや、肉持たないでいいよ。この子供みたいにこう大事に持たないでいいよ。おじさんたちが万引きかな。まあ、いや、おじさんたち取らないから。はい、サンちゃん、もうこれはね、ちょびちょび行かない方がいい。グッて行った方がもう、半分寝ます。楽だ、逆に。おお、いやいやいや、食うな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 、それで中和しないから。
でも家でねえ、そうだねでは次のゲームに参りましょう。お次はこちらでございます。帰ってきたパウンドカゴキャッチ。あこれさあ、ということで前回の配信でみんな困らせたこちらのゲームでございますね。ボールを、床にバウンドさせて背中に沿った、カゴの中に入れられれば成功。全員が挑戦し失敗したら即脱落でございます。成功したメンバーが2回目3回目と、どんどん挑戦していき、失敗せずに最後まで成功を成し遂げた1名が勝者となるわけです。サバイバルバトルというわけになっております。これね、なんかね、ゲームを考えた時にね、これね、高かったんだって。逃げピスタチオよ。これあのやっぱりね、ミスタミさんニコナはまだ予算がそんなあるわけじゃない。ね、そんな中これ買っちゃったもんだから。意味サバラスみたい。もうね、これどうしても使いたかったんだ。すごいしっぱい。なるほど。そうそうそう。いやこれむずいんだよこれ本当に。難しいですよ。これだってこれね、ジンがね前回めちゃくちゃうまかった。これ感覚がないとできないから。で、あ、今回跳ねるわ。前回跳ねなかったもんね。あ、今回は結構跳ねる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 。で、これをこうし、こういう感じで、こうして、おーい、うまい。さあ、というわけでございます。じゃあ誰からいきましょうかね。じゃあね、今回僕が決めるということなんで、ジンからいこう。ね。やっぱり対策いい方が良かったりするからね。ジンはこれ結構簡単ですかね。一人一投だもんね。どちらにしますか。丁寧だけど一緒だから。じゃあ行きましょう。一回練習、練習っていうか一回バウンド OK。 OK。 それでは本番でございます。それではまずはジン君の挑戦です。どうぞ。結構ハードだけど、ちょっと恥ずかしかったね。ドンドンドンっていうね。面白かった面白かった面白かった。面白かった。じゃあまあしょうがないこれは。じゃあ続いてはじゃあジェミン行こう。あ、はい、ジェミンもこれできたんだよ。はい、前にね。さあ行きましょう。ジェミ、これ何なんですか。あれこれ何ですか。ちょっと待って、俺ちょっと待ってください。皆さん、事件勃発です。ジン君、はい、取られてるよ。万引き万引き万引き。いつの間にか、だってこれジンが取ったやつだよね。はい、何してんだよ。すいません。いや、ねえのかい、なんかなんかあんのかと思ったよ。ねえのか。本が半分ずつあるはい、チーム持って。はい、はい、行こう。はい、あ、スイカン。あ、あ、あと、これ練習大丈夫ですか。練習いいよ、練習いいよ、練習いいよ。あ、今のところいいね、今のところいいよ。ちょっと前に出ればいいだけど。はい、OK、本番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 ね、本番本番です。よーい、ドン。おー、ナイスキャッチ、ナイスキャッチ。いいね、いいですね。さあ、じゃあチャンジ行こう。はい、練習 OK よ。はい、おー、なるほどね。まあこれ次第だね、本当にどこに飛ばすかだね。はい、ここに飛ばせば多分いけるから。はい、さあ頑張ってください。本番です。それではどうぞ。どうぞ。おー、おー、あー、惜しい惜しい惜しい。上に当たんなければね、今スッと入ってたよね。惜しい。がっかりだね、ちょっとね、惜しかったな。じゃあ続いて、サンちゃん行こう。はい、はい、肉パワー。肉パワー、まだ食ってねえけどね。あ、万引き大丈夫よ。ジェミ君万引き。ジェミンダメだよ、ジェミンダメよ。すぐ人の取っちゃダメだよ。僕はこれ上手です。あ、そうだ、サンちゃんもうまかったこれ、確かに。
あ、おー、早く。おー、練習、練習、今、今、今どっち？本番です。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。簡単です、ドラ。すごい。じゃあ、テイ。俺がやる。テイ、行こう。はい。ナイス。これ高いですが、ちゃんとチケットいます。これは高いか。練習、あ、練習、はい、練習ね、練習。行く、あ、行きます。はい。ああ、惜しい。当たっちゃったもん。これ高いじゃん。高くない。はい、じゃあ行こう。行きましょう。あ、僕は前回失敗しました。うん、そっか。はい。今回も。今回は、うん、絶対。いけるいける。お、練習ね、練習ね。練習しろよ。オッケー、オッケー。オッケー、本番ね。漢字が来ました。漢字が来た。おー、行こう行こう。本番です、どうぞ。お、おー、さすがだね、運動神経いいね。いいです。さあ、今残ってるのが4人残っている。あ、失敗とです、ここは。あ、そう、失敗じゃないすいません。今残ってるのが3人、はい、じゃあ、そうですね、じゃあここから頼んでって、じゃあ、まずはじゃあ、ジェミコ。あ、はい、ファイティング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 、ジェミできる。かわいいってくれてるね。お、みんななんか弁当お願いします。チャッチャッチャッ。あー、なるほど。ちょ、おー、ありがとうございます。これさ、冷蔵庫入れてよっていう声があったんで入れましょう。冷蔵庫へのオーダーランド、ね、はい、あ、コメント、ありがとうございます。さあ行こう。はい、どうぞ。万引き、お、万引き、頑張れ。万引き万引きって呼ばないんだけど。万引きはできる。はい、OK、 OK、 行こう。はい、本番です、どうぞ。うわー、惜しい。あ、惜しいな、弾いちゃったな。練習です。練習じゃない、ほんまほんま、ほんま。さあ、じゃあ、さんちゃん。はい、さんちゃんがうまいんだよな。簡単ですから、頑張れ。あ、今本番。本番、オッケー、レッツゴー。はい、いいぞ。ほい。あー、さあ、ということはどうよ。はい、やっぱりどっから声出して今ほーって言ったけど、あどうよ、ここで入れれば、はい、1位ですよね。なんか緊張ですよね。いや、行こう行こう行こう。40分も感じよね。あ、オッケー。オッケー、いける？漢字が来ました。漢字が来た、はい。さっきも来たもんね。さあ行きましょう。本番です、どうぞ。おー、すごい。すごい。ドヨンさ、一回さ、はい、2連行ってみて。ドン、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 ドン。いける？はい。おお、いきなり、あ、いや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 、いきなり、いきなり、もう一回やる？もう一回、ねえ、ドヨンならいけそうじゃない？ 2 連。はい。あ、ドヨン2連いけんじゃない？うん、うん、行こう。漢字が来ました。うん、漢字来た。うん、あ、ダメだ。あ、もう、あ、どうせ、どうせ今はもう1位だから。よかったよかった、ということで、勝者ドヨン！あれ、ドヨンはもう、ファミコン持ってて、で、今持ってたの誰？もらってない人。あんまことあんまでしも。あ、っていうことはもうこの時点でもうもらえない人は出てきますね。はい、もうの残りがだってもう2つなんね。お、ドヨン、ありがとう。喜べる、これどう？ドヨンね、どうよね。気持ちいい？もう寝るときに、うん、やってくれる？はい、ありがとう。さあ、ということで、意外と最後に余ったんだね。ああ、なるほど。いや、さっきのコメントでですよ。何が？さっき永井さんがこれ残ったっていう、うん、なんか惜しそうな顔してたからじゃない。あ、
気遣ってくれたのとよ。もしかしたら。気遣ってくれた。もしかしたら。本当はこっちがよかった。원래저거먹고싶었는데이거아니뭐제때그래뭐가와이다까나아혼동야사시아리가또네또요では最後のゲームに参りましょう、ラストはバクバクバルーンこれ初めて見るわ、ね、初めて見ますこれ初めて見る、はいね、これ9本の棒がセットされた風船なんですけれども今から順番にカチッと音がするまで棒を差し込んでいきます要はこれが何とかこういけるんですよ段階を踏めることができる差し込めば差し込んだ分だけ風船がパンパンになっていて耐えられなくなると爆発しちゃうんですね爆発させてしまったメンバーが罰ゲームでございますそしてその一つ手前のメンバーがまだまだ少々となる差し込む回数は1人につき1回3回まで要は1回でも OK 2回も OK 3回も OK それはもう自分の、うん、もうこれは駆け引きだよね、うん、さあということで順番はこちらでございますうんちゃんよろしくはいおなるほどドヨン、サイヒョン、チャンジェ、ジン、ジェミン、テイの順番でございますではまずはこちらまずドヨンから始めましょうドヨンお願いします行きましょううんおお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 え、2おおおおおおやめろ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 1位だって早いよやめろロンパルいきなりこっち終わり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 2え、他のところも OK? で、3 OK 1、2、3は OK OK なるほど화면에서세번하셨대요아그러면고치가혹시와고치가혹시나이끌잡아이끌야야야야야와오오와これはもうこの辺刺したら割れる可能性高いよ아違うか対局を刺した方が割れるのかな、はい、いや難しいねちょっと分かんないね、はい、じゃあ行こう最後あー怖い助けてくださいあみなこさんいやいやいや1位はいいな今2個くらい行ってます今2位ったいや2でいい終わってもいいんだよ3位行かなきゃいけないけど悪い顔してる悪い顔してるカメラさん撮って悪い顔してるから悪い顔してるよ悪い顔してんだよこいつピアノさん結構当てますかいいえピアノさんまだ行く怖いこれおーなるほどそこは誰も1位全然
大丈夫そう。全然大丈夫。あと2回、うん、あと2回やってもいいし。おお。終わり終わり終わり。1、2、3終わり。はい。また戻りました。ルール変更です。5。絶対僕だ。3以上。あ、5未満。あ、はい、あ、わかりました。あ、5以下だ。絶対5以下。行きましょう。3部と。多分行きましょう。思いますけど、ちょっと。いや、あ、惜しい。いやあー、痛い痛い痛い。もういいんだよ、見て。やんなくてもいいんだよ、やんなくてもいいんだよ。行く。行く。あー、無理だめ。いや、やんなくてもいいんだよ、やんなくてもいいんだよ。あー、なるほど。いや、ちょっと待って、カメラさん、悪い顔してる。カメラさん、悪い顔してる。やつが覚醒した。いや、やつがないよ。このゲームになるとやつは覚醒する。何でテンション上がってんだよ。あ、危ないよ。え、3回以上。いや、もう1、2、今注意ね。どこどこやってどこやってどこやって、あ、どこやってんの。あー、怖い。もう行くよ、それぞれ。1、2、1、2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 
うわ、これはね、これもうリーチだよ、ほぼほぼリーチかかってる。これはもう圧がすごい中の、じゃあ行こう。もう最後が終わったのね。チャンジェ。いや、あんたがいてちゃう。あの、これもし割っちゃった人、あの、罰ゲームでパンに合わせてパンパン、スパパンパン、音だけだね。パカリサラスが下手だな。ちょっといいじゃん、いいじゃん。あ、これは、これは絶対。わぁ。そう。まあ、一個ずつぐらいない。ちょっと待って。あ、これは、これは無理ですよ。2、3、1、2、2、2、2。あ、そう。頑張れ、頑張れ。8位です。今は誰ですか？ジンくんです。ジンくん行きましょう。ちょっと待って、ジン頑張って、ジン頑張って。心臓が小さくなるゲーム。ジンさんファイティーだって。なんで今まで。ダメよ、ダメよ、もう落ちる。これここまでいけると思う。おっと、おお。いけいけ、頑張れ頑張れ頑張れ。次いけ。どうか。わあ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 。耐えきれなかったんだやっぱね、はい、さあということで、勝者は一つ前なんで、はい、チャンジェ、さあチャンジェよ、どれにしますか。これだけ。いや、これだけじゃなくていい、これもいいんだよチャンジェ。そうですか、これもいいんですよ。ありがとうございます。はい、カレーセット。さあ、ということで負けたジンには、はい、激酸っぱドリンク。
しぶりです。さっきね、ちょっとだけで降ってなってたもんね、はい、大丈夫かな。久しぶりですよね。行こう。やっぱりニコ生はこれね、一緒に飲みましょうか。よいしょ、いった。さすが男中の男。どう？いやいや、たまになるな。何でもたまになるね。よいしょ、素晴らしい。さあ、以上プレゼント争奪ゲームパーティーのコーナーでした。続いてのコーナーはこちらでございます。ミスターミスター2015年、振り返りお絵描き。このコーナーはですね、ミスターミスターにとって今年は激動の年と、だったと思います。そこで今年一番嬉しかったこと、笑ったことを絵に描いて発表していただきたいと思っております。そしてクリスマススペシャルということで、その絵は視聴者にプレゼントします。おお、では順番に発表していただきましょう。誰からいきましょうか。さあ、絵をみんな描いてきてくれました。これ、うん、本当にプレゼントですか。これ本当プレゼントだよ。なんか危ない。いやいやいや、ちょっと待って、ミシェ。ああ、いやでも、ああ、なるほどね。危ない。はい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 。ああ、ああ、そう、ちょっともうちょっと見て。ああ、はい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 。あれね、サインも入ってるの。名前がこれはどこ。ジェン。あー、なるほどなるほど、あ、入ってんだ、なるほど。さあ、ということでございまして、じゃあまずは見せてもらうのは、そうですね、さんちゃん、はい、見てください、オープン。あ、どういうこと、オープンできないの。何ですか。いいんだよね、はい、いいんだよね。これは、はい、これは可愛いよね、三票の絵、はい、これは、これは、公会堂、渋谷公会堂の、はい、ライブをやった時の、はい、僕が、うん、デビューで、うん、初めて公演が渋谷公会堂で初めてしました、うん、あ、なるほど。この長澤君みたいなのは誰だろう。これはテイさん。デイ君だった。なるほどなるほど。かわいい絵だよこれ。でもかわいい絵、いや、かわいい、いい、うん、すごくいい。なんかさあ、続いていきましょう。続いてちょっと見せてね、みんな見せて。あ、これもうどよん行こう、どよん行こう。どよんの絵こちらです、オープン。おお、あー、いいね。これは夢の市に、あー、夢の国ね、はい、夢の国に、うん、いた時に、はいはい、なんか思い深いだから、うん、もう絵にもう描いました。なるほど、行ったって言ってたもんね、はい、すごくやっぱ印象的で楽しかったんだね、夢の国がね、はい、なるほど、これも素晴らしい絵です。さあ、続いて誰行きましょうかね。続いては、そうだな、ちょっと待って、ジェミー行こう。はい、はい、おお、スパイダーマン。これちょっと やっちゃったけど、うん、スパイダーマンです。スパイダーマン、これはあれか。ハッピーハロウィン。はい、ハッピーハロウィン。ハロウィンの回もあったもんね。そうですね、あのニコ生でね。あれの時は何を着たんだっけ、ジェミーは。僕はアラディン。アラジンね、はい、そうだ、アラジン。アラジンは人気あったやつだもんね。ね、早めに撮れたんだろうね、多分ね。なるほど、これも素晴らしい絵でございます。さあ、続いてはテイ君行こう。これすごいな。これはすごい。これは高い絵、うん、です。でもこれは違うの人が、うん、描いました、はい、何違うの人が描きました。違う人、うん、本当に夢ないと、夢ないと、テイの中の別人格みたいな、はい、あのピカソさんがテイの中のピカソみたいな方がいるんですね。なるほどね。200万円ぐらいする絵。なるほど、でも芸術は感じますね。こちらです、オープン。でもなんか分かんないよ、これがね、本気でね、めちゃめちゃ高そうな額の中に入ってて、これ置かれてたら
なんか200万って言われたら、200万なのかなとか思っちゃうな。でもなんとなく芸術を感じるよね。これはちなみに、これは何を表してるんですか？これは実は、今日僕があんまり時間がないですが海です。海を、海をね、でも海に行ったもんね。あ、僕たちが初めて一回、いたとこ目玉焼き、目玉焼きって米とくるんです。ここにね、これ目玉焼きかと。ケラぐらいだったよ。サルサンです。サン米するけど目玉焼きだもん。あ、でもまあこれ俺好きだよ。あ、そうですか。いいやだと思う、さあそして、まだ出してないのが、まだ出してないのは2人かね。じゃあジン君行こう。まずすいません、でも写真みたいの絵です。嘘でしょ、これ写真じゃないですよ。完璧な人工、なんだろうな。進撃の巨人みたいって言ってますよ。確かにそれっぽいです。この回転寿司行きたくねえわ。めっちゃ食ってんじゃん。でもこれです、これ。ああ怖い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 。ジンのなんかこれ書いてない、やっぱ米粒か。なるほどね。でも寿司好きなんだやっぱり、お寿司屋さんがジンはね。なるほど、これはもうジンらしい。まあ似てるんです。はい、さあそして、ラストは、チャンジェの絵です。はい、チャンジェ。あ、バスケットをしてる、バスケット、ね。なんで笑う、なんで笑うですか？これは本当に巨人、本当にうまいですけど。だってこれさ、ね、ちょっと待って、よくよく考えて、これ椅子の方がでかいからね。あ、そうですね。なんか、はい、ニューヨーク公園にいて、상현君と、あ、これ違う、상현君と、なんで僕がちっちゃいですか？상현君が、僕が見て子供感じですから、상현君です。あと、メイクさんです。あ、メイクさんの M。 はい、なるほど、僕です。そして、知らない人、友達と一緒にやったんだ、はい、なるほど、それが思えてたということでございまして、はい、なるほど、わかりました、これも素晴らしい。以上、ミスタミスタ2015年、振り返りお絵かきのコーナーでした。さあ、続いてはこれの、ちなみになんですけれども、これの発表先というのは一番最後にあるんですね。なるほど、皆さんお楽しみでございます。さあ、続いてはこちら、ミスタミスタクリスマスソング。せっかくのクリスマスですから、ミスターミスターの、みんなから、皆さんに歌のプレゼントでございます。ですが、今回はこの企画から番組終了までシャッターが折りっぱなしとなってしまいます。そう、この後は歌プライベートフォト、プレゼント応募発表とまだまだ盛りだくさんなんですけれども、ぜひ今のうちに月額会員になってください。お願いします。では今登録してくださっている方も、いらっしゃると思いますので、ちょっとの間シャッターを下ろさずに話を聞いてみましょう。ちなみに何の曲をみんな歌ってくれるんでしょうか？音乗れる苦しい声よ。あの韓国のキャロル中に、はい、あ、売りはなんでです。売りは泣いちゃダメみたいな名前のクリスマスソング。泣いちゃダメ、多分日本と韓国って違うんですよ、名前が。なるほど、それを今から歌ってくれると、はい、あ、ぜひともね、これはもう本当月額会員なった方がいいよね、絶対。そうですね、ね、絶対いいと思うよ。そうします。うん、何何何、絶対なった方がいいじゃん。そうじゃん、うん、なってください。下ろしちゃっていいの？もう下ろしていいんですか？悪い顔してんな。悪い顔してんな。ちょっと、サイヨン、おいで。悪いと、もうその顔で、はい、もう月額会員になれって言ってくれ。何ですか、これ？月額会員になれ。月額会員になれ。월정회원되시라고。
ケチがつかないな。うん、それ頼むよ。その顔で。スリー。すいませんけど、今覚えてない。いいよ。はい。ケチがつかない。ケチがつかない。まだですよ。スリー。すいません、もう一回。3、2、1、アクション。ケチカクカイネーナレ。同級は。全然ピアノじゃないよ。さあ、ということで、この辺でシャッターを降りちゃいます。月額会員の以外の皆さんとは、今夜はここでお別れでございます。みんなからもお礼を言っておこう。ね。マジマグロインサー。皆さん登録してください。ありがとうございます。さあ、ということでスタッフさん、シャッターお願いします。ということでシャッター降りましたね。では改めて参りましょう。ミスターミナさんの皆さんが送る歌のクリスマスプレゼント、準備はいいでしょうか。はい、はい、それではよろしくお願いいたします。なるほど、アップルだアージュしれよ。いや、あの、座ってていい、座ってていい、座ってていい、私、暗示しれよ、座ってていい。この、歌い始めたら、一人ずつ出てきて、これ。한명씩나오시래요、はい、노래부르면서、いい、で、全員で揃って、こう、楽しみ、그래서、마지막에다같이모여서부르시면될것같아요。それでは、よろしくお願いいたします。ミスターミスターで、サンタが町にやってくる。불면한데 산타 할아버지는 우는 아이에게 선물을 안 주신대. 산타 할아버지는 알고 계신대 누가 착한 앤지 나쁜 앤지 오늘 밤에 다녀가신대. 산타 때나 일어날 때짜증날때장난할때도산타할아버지는모든것을알고계신데불변한데산타할아버지는가와이가와이안주신데산타할아버지는나를불러주세요민나오면맨날오면하세요선물을안주실때울면안돼울면안돼산타할아버지는우는아이에게선물을안주신대잠잘때나일어날때짜증날때장난할때도산타할아버지는모든것을알고계신데울면안돼울면안돼산타할아버지는우는아이에게선물을안주신대になったけど、最後ね、サンヒョンのみんな悪い顔っていうね、あれになりましたけれども、いい歌をありがとう。ありがとうございます、ね、さあ、ということで行きましょう。皆さんお座りください。ミスターミスタープライベートフォト。さあ、ミスターミスターのみんながスマホで最近撮影した写真を大公開しちゃいたいと思います。では1枚目こちらです、どうぞ。さあ、ということで最近ね、ミスターミスターが撮ってくれたのはこちら。僕がヨリシャに
けて、なって、夜よりを作る時の日に撮りました、うん、なるほど。この時はまだストレートヘアじゃないもんね、土曜もね。はい、ね、その時には本当に髪が長いだから僕がなんか、あ、今日明日髪、うん、切りたいかな。でもなんかさ、この時に比べるとやっぱちょっとセクシーんだよね、今の方が、ね、この時はなんかやっぱ可愛い土曜で、今ちょっとセクシーな土曜だったね。ありがとうございます、ね、これもいい写真。さあ、続いての写真こちらです。どうぞ。あー、僕、それは僕よね。いや、一緒って。いや、一緒だから、これはタクさんがブルーンのファンだから、もう一回出したかったっていう。おっちょっと待って、これ怖い。これちょっと本当にちょっと怖いんだけど。心霊写真みたいな。これ、ジェミンでしょ。はい、怖い。何か本当怖い、これ。何これ、なんか幽霊っぽいの。わかんないか。いや、ジェミンは、まあ、いつも通り可愛いんだよ。ただこっちね、鏡に映ってるのがあのさ、よくあの美術の授業で出てくるようなさ、あの絵あるじゃない、飾ってある。はい。妹いますか。はい。あ、妹いっぱい。ああ、なるほどなるほど。いや、本当に多いよ。目がめっちゃでかく。でもまあそういう映り方なんだろうね。その鏡のね、性質が多分。あの、そういう、あるじゃない、老眼鏡とかかけてもさ、あの、そのくねりとかで、あの、あったりするからね。あ、うん、六本木が撮る。あ、うん、ちょっとね、はい、映り方っていうの変わるから。フォトショップ。フォトショップで、うん、やったんかい。窓のやったんかい。なんだよそれ。窓の俺ちょっとなんかこれ怖すぎるから、ちょっとフォローしとこうかなと思ったけど、ジェミンがやったんかい。自分で言ったんだよ。あ、でも面白かったです。そうなのね、わかりました。なるほど。さあ、いたずらっ子のジェミンでございました。さあ、続いての写真はこちらです。どうぞ。あ、僕の写真。うん、僕たちは最近はメジャーデビュー前に練習。なるほど、練習風景だから練習室、練習室になんか2人で、うん、なんかクゴ、ゲームゲンブル、ゲンブルじゃないです。がレギレギ、あー、なんか お金をかけて。あ、お金じゃない、お金じゃないけど、食べ物。あ、食べ物の、あのね、そんなことミスターミスターは絶対しないから。これはね、あの、日本語の間違いなだけであってね、食べ物だからね。食べ物の本です、うん、なんか可愛いから僕が撮りました。あ、撮ったのね、はい、なるほど。でも何をやって食べ物を。それ、음료수뚜껑을そうそう、가까운데두는사람이。あ、飲み物のホタ、ホタで、なんか、こうやって、遠く行く。え、もう、かなり可愛いゲームしてたんだね。ホタを、ホタ。あ、なるほど、なるほど。あ、미안해、말도없이。ちなみに、どっちがうまかったの？あの、상현君が飲み物を2個買って、僕は、ステーキ2個買い、勝ちました。ステーキ2個分、はい、あ、食べさせてもらったんだ、はい、なるほどなるほど。安い肉。あ、なるほど。でも最後今日はね、いい肉もらったから。それそれ、それ、それ、あ、ちょうどいいですね。それは高いのステーキですから、うん、ダメです。もし食べられたらどんな顔しちゃう。もし食べられたら。さあ、続いての写真いきましょう。こちらです、どうぞ。おお、あ、ドラえもん。これは誰ですか。僕です。お、てぃくん。あの、これはおしゃれだな。他回のメンバーの、ものもあるし、あ、うん、真ん中のものは、うん、メンバーたちと僕のものです。これは、あの、家でしょ。はい、家。僕が話、話一人ずつ、あ、一つずつ、一つずつ、一つずつ、まあ、ゴミだ、つけました。あ、飾りました。飾りました。なるほど。あ、と、ケイは結構貴重面なんだね。一番上は、ポコマンゴが一番上は僕のルーム。ああ、なんか、まあ、みんなのプレゼント全部いますけど、
違うのものも本当たくさんです。ちょっとクリスマスな感じもするもんね。あ、なるほどなるほど、こちらも素晴らしい写真でした。さあ続いていきましょう。続いてはこちらです、どうぞ。わー、お、ちゃんちぇ、僕です。これは赤になる前。あ、赤になる前。はい、前です。そうかそうか、ちゃんちぇ、これは僕が写真撮るときに、うんうん、ちょっとジャミ君が後ろにかかって、なんか一緒に撮りたいですけど、ジャミ君が、うん、黒いだから見えないです。うん、え、あ、ここにいるんだ。はい、いるんだ。います。そこにいます。ジェミいるの？なんかまあこれそれもまた怖いみたいになるから。この右の辺ですかね。ああ、なるほどなるほどね。ジェミンを探せみたいな。最近僕は。なるほど、わかりました。さあ続いていきましょう。こちらです、どうぞ。暗くなった。おお、僕の写真です。これはジン君、ランボルギーニ買いました。いやいや、ジン、俺わかるよ。さすがにわかるよこれ。そうですよね、おもちゃだよな。あ、ファンのなんかクリスマスプレゼント。本当好きなんでね、ランボルギーニがね。はい、将来絶対乗りたい。はい、一緒に今度、今度一緒に、うん、乗せてくれるの、はい、俺を、はい、マジで、はい、こんなんでしょ。これで壊れるよ。わかりました。さあ続いてこちら行きましょう、どうぞ。 おこれは誰ですか。ここです。あ、デミン。なんですかこれは。はい、美容室で、うん、僕がこの部屋、うん、色をチェンジした時に、はい、撮りました。なるほどね。これ美容室なんだ。はい。うわ、いつも通ってる美容室。あ、初めて。初めて行ったんだ、はい、あ、なるほどね。これもね、やっぱデミン、この時はちょっとまだ可愛さがあるよね。なんかそのちょっと可愛いジェミンっていうか、はい、ね、ちょっと末っ子感あるけど、ちょっと髪の毛を整えて今はねキリッとして、まあ今の方がやっぱジェミンもセクシーだよね。はい、なるほど。さあ続いていきましょう、こちらです、どうぞ。わー、お、これは誰ですか。いや違う人みたいになってるよ。違う人みたいになってるよ。サンちゃんでしょ。そうそう、はい、その顔その顔。はい、バカ、誰ですか。いや、サンちゃんでしょ。わかんない。うん、悪い顔してんだから。ここ髪が、うん、もともとここまでですけど、うん、これはこの感じ、可愛い感じですから、うん、撮りました。いいね、やっぱサンちゃんみたいな可愛い顔からあの顔になるとやっぱ面白いもんな。さあ続いていきましょう。続いてこちらです、どうぞ。あ、もう赤いよ、はい、ねえ。これです。これはね、チャンジだね、はい、これはもう髪の毛をやったばっかりの時。はい、おお、これ場所はどこですか。美容室です。美容室だね、はい、そうだね、さっきの感じにするもんね、はい、おお、なるほどなるほど。あの、うん、赤いの短い、うん、顔に出て、うん、顔も赤くなりました。うん、ああ、なるほど。ちょっとね、そういう塗料みたいな、はい、塗料っていうか分かんないけどね、染める素材のやつが顔にね、はい、でもこれ何時間ぐらいかかった、はい、何時間かかった。あまり時間、2時間。あ、そう、はい、でも1回全部抜かないとダメだもんね、はいはい、でそこから色入れるわけだから、はい、でもこれはキープするの大変だよね。あまり難しくないです。まだこれでずっと長、ずっと赤でやろうってわけじゃない。계속빨간머리할거예요아니면지금만하실거예요。なるほど。うちの先輩ででっかちゃんさんっていうのがいるんですよ。気づいちゃった、気づいちゃった。わーい、わーいっていう先輩いるんですよ。もう先輩はずっと真っ赤でやってますから、もう長いことね。うん。さあということで続いての写真いきましょう。どうぞ。お、出ました。もうこれは髪切った後じゃない？あ、これは。これ前、うん、あ、前か、はい、ここは黒。確かに色が違う、はい、あ、色が違うね、色が。なんかヒーロー戦隊にいそうだね。ヒーロー、ヒーロー戦隊、ヒーロー、전대물에나올것같이생겼어요。ああ、うん、変身とかしそうじゃない。ライダー着て、あ、うん、あ、いいね、いいね、いいね、あ、いいね、チャプチャプ、いいじゃん、いいじゃん。
かっこいい。やっぱ様になるね。ライダース着てもなんかそのワイルドさとその可愛さがあのマッチしていいよね。なるほど。続いての写真いきましょう。こちらです、どうぞ。おー、これ誰？ヒンコンじゃない。あ、ヒョンジンです、ヒョンジン。あ、ヒョンジン。あ、ヒョンジンか。はい。あ、なんか、左でトヨコもあります。キャップかぶるとジン面白いね。それは、さすがだけど、攻めてよ。何か、いや、なんか、なんか面白くない？モガゼミってよ。森、え、ボタンゼミ。え、モガゼミってその写真は、うん、やっぱり、あ、僕たちが最近は準備するから、うん、なんか撮りました。あ、記念写真です。記念写真。今回メジャーデビューの練習、はい、なるほど、時間の記念写真です。お、なるほど。さあ、続いて、こちらです、どうぞ。おー、僕よね、うん、それ、あ、聞いてから、はい、あ、昨日、あ、うん、一昨日に来て、昨日に撮りました。おー、なるほど。着色しようか。口紅が全然取る。あー、そうね、アヒル口というかね。イヤリングがまたおしゃれなイヤリングしてるね。はい、ああ、一緒だ、京都。あ、ね、じゃないよ。これはイヤリングなの、ピアスなの？あ、イヤリングです。あ、イヤリング、はい、いいね、いいね。さあ、次写真行きましょう。こちらです、どうぞ。 あ、いいね。おいしそう。いいね、なんかこういうわんぱくな姿。カレー好きだね、やっぱね。僕の写真どうだ。あ、チャンネル。昨日に、うん、あ、練習終わりぐらい時に、はいはいはい、あ、メンバーの皆さんが、うん、ココカレー好きだから、あ、食べる時に、うん、はい、撮りました。なるほど。おいしそうね。うまいんだね。で、今日はもらったら誰だっけ？ココイチもらったら誰？僕はカレーパーだった。僕です。よかったな、はい、また食べれるよ。一緒に食べます。さあ、行きましょう。続いての写真こちらです、どうぞ。お、これはあれらしいですよ。誰ですか？僕です。デイ、これも美容室かな。はい、美容室です、ね、美容室で。なるほど、そっか、眉毛もやってるからね。でも、ほんと痛いです。痛いんだ。サンジェ君は、なんか1回ブリッジしますけど、うん、僕は3回ぐらい。なかなか抜けづらいんだな。あ、先が真っ黒ですが、難しいですよね。なるほど、なるほど。だから、そして僕の髪の毛は薄いですから、うん、1回だけでも大丈夫ですけど、薄いっていうか細いのね。細いですから。ちゃんては細いんだ。僕は今日も行ってきてたよね。あ、今日行ってきたの、と、明日も行く感じがあります。あ、もう本当真っ白にしたいんだ。なるほどね。でも真っ白って本当かっこいいんだよね。そうですね、うん、なんか最愛みたいよね。さあ、続いていきましょう。こちらです、どうぞ。これは最中のね、これはテイだね。今日です。今日。なるほど、今日もやってきましたよと、もう頭からの湯気すごいね。今10時半分ですよ。え、朝10時半分。朝の10時半。本当だ、本当だ。すごい、すごい陶器みたいな感じになってるんだね。あ、さあ、なるほど。次はラストということで、ラストはこちらです、どうぞ。よー、セクシー、ありがとう。セクシー、ありがとう。うん、聞いて、うん、撮りました。なるほどね。これはもう抜けたんだね、色がね。あんまりなんかタイミングが良くない。あー、パチパチとか。あ、いや、嬉しいんだよね。やっぱりこのニューヨークシーンシリーズはやっぱいいよね。欲しいよね。なんかウォールに写真撮ることはなんか結構ないじゃないですか。なかなかないけどね、はい、でもやっぱりファンの味噌のね、みんなのこと考えて撮ってくれてありがとう、はい、さあ、以上、プライベートフォトのコーナーでした。では、そろそろ時間です。エンディングに参りたいと思います。さあ、まず先ほどのプレゼントの応募方法を発表したいと思います。応募はツイッターにて受け付けさせていただきたいと思っております。こちらのハッシュタグをつけて投稿してください。プレゼント応募はツイッターからということで、
ございまして、シャープ MR MR、クリスマスプレゼント MR ドット MR にドットをつけないようにドットをつけ普通にミスターミスターって書けばいい。ミスターミスターにはドットをつけないように気をつけてくださいっていうことはミスターミスター英語だけで、うん、アルファベットの大丈夫ですか。俺だけ大丈夫、みんなわかるかな、これだけでわかる、大丈夫、これわからなかったら結構あの後で結構苦情になっちゃうと、もう一回行こうよ、もう一回行こう、これみんな絶対欲しいんだからちょっと要はもうこれ貸してわかる、本当わかってくれてる、わかる、そう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 、こういうことね、ハッシュタグをつけて投稿してください。シャープ MR MR クリスマスプレゼントミスターミスターのこと今ドットをつけないように気をつけてください、ね、大丈夫ってめっちゃ聞いてる、わかるよ、一応一応一応わかるから大丈夫よ、これでもしものことがあったらもうすげえ怖いんだよいや怖がるよさあ当選者には、後日スタッフからダイレクトメールにダイレクトメールにて連絡させていただきたいと思います。応募期限は12月25日金曜日、24時まで、どしどしご応募ください。さて、今日皆さんいかがだったでしょうか。骨折しましたよ。やっぱり今日はなんか罰ゲームもあるし、うん、プレゼントもあるし、うん、あの幸せ幸せ、はい、楽しい時間だったと、はい、ありがとうございます。さあ続いてチン、やっぱりニコ生は罰ゲームですよね楽しかったです。よかった、だよ。ああ、今日もたくさんプレゼントをもらって本当に嬉しいですよね。いや、まあ、そうか。土曜はそうだよね。今日は何ともらったんだっけ？ゲーム。ゲームと僕の、はい、ね、やつね、はい。あのクッションで寝ながらゲームもできるから、はいはい、ね、よかったよかった。さあ、テイク。テイク。ここです。今日本当にありがとうございました。はい。まああのなんかステップさんがプレゼントを準備してもっと感動しましたよね。ああなるほど、本当ありがとうございます、ね、まあありがとうございます。名前言えてないから、クマもああクマもクマじゃない、うん、そうそうそう、クマまあねいいやつ、うん、いいやつなんだ、ありがとう。さあジェミン、今日はクリスマスパティだから、パティから本当に楽しかったです。うん、なるほど。はい、でも、クマが欲しいですけど、うん、もらってないから。クマ、ジミー何にももらってんの？はい、あ、ちょっと残念ですけど。うん、うわー、よかった、さすがリーダー。カレーもらえた。うわー、え、これもあげんの？いいの？いいの？本当にあげんの？いや、あげないかい。さあ、ということで、サンちゃん。いや、その顔なんだよ。皆さんこんばんは、僕はミスターミスターピュアナじゃない。いやいや、始まりじゃないんだから終わり、エンディングですから。悪い男、皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございますシンプル、最後はシンプル以上です。よかったね、お肉もう一回、これを今日いただくということでございます。ありがとうございます。さあ、それではお時間でございます。告知があればお願いいたします。告知、進めます。はい、もう知ってる人もいると思いますが、来年2月9日にメジャーデビューします。おおめでとう。そして12月26日渋谷タワーレコードで12月27日ララポート豊洲で僕たちのメジャーデビュー曲の予約外で9回が決定しました。ちょ、今までとは違う僕たちをお見せできると思います。ぜひ来てください、お願いします。さらに、うん、2016年1月11日に新宿で、1月16日に大阪で握手会もします。どうぞ皆さん、僕たちに会いに来てください。はい、お願いします。さあ、それではお別れでございます。次回のスケジュールは出てますでしょうか。次回は、まだ見て
公式サイトで発表するということで。なるほど。で今のライブ情報とかもどうなんでしょうか、あるんですかね、ツイッターとかそちらの公式の方には今言った告知の方とかは詳しくはそちらに載ってると、ホームページ載ってますので、ちょっと今ね、伝わらなかった部分も俺はちょっと分からないけど、韓国は分からないので、伝わらなかった人はホームページを見ていただければそちらに詳細載ってますので、ぜひ見てください、よろしくお願いいたします。さあということで今年の放送は、今日が最後となります。また来年もね、この番組盛り上がっていきましょうね、みんな。はい、よっしゃー、ね、さあ、ということで終わりなんですけれども、ラストに皆さんの一言ありますよね、いつも決め台詞ね、ミスターミスターから一言ありますよね。その終わりにですね、今日はもう今年ね、俺は出会ってもう十何回目ですか、これね。13回目ですね。ね、で、生まれた中で、やっぱり一番こう記憶に残ってるのは JJJ じゃないでしょうか。だから最後に一言決めた後に、テイがこっち来てもらって、で、サンヒョンこっち来て、한마디하는에앞으로나오셔서、ここの JJJ からの下に座って月額会員に、これで終わりたいと思います。今日はよろしいでしょうか。さあ、ということで皆さん本当にね、13回も見ていただいてありがとうございます。どんどん月額会員の方も増えていただいているということで、どん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 ミスターミスターを、皆さんで応援して、もう本当に来年にはメジャーデビューも決まっておりますので、世に羽ばたいていってもらいましょうということで、良いお年をでございます。皆さんありがとうございました。最後にミスターミスターから一言です。シュンシュンシュン、結構中核会員になれ。さあ、ということで、もう一度じゃあ改めてリーダー、ミスターミスターから言ったこと。はい、以上、男の中の男、ミスターミスターでした。バイバーイ。良いお年を。良いお年を。メリークリスマス。メリークリスマス。